3月中旬の3連休ですね、3日間、早春の琵琶湖をやりました。まあ、徐々にあの場所も絞り込めて、まあ、ぶっちゃけ自衛隊なんですが、そこのウィードであのいい魚を取ることに成功しました。ルアーはですね、まあ、あのスイングファット 4.8 をトレーラーにしたマキラバと、そして、今回は 7g のテキサスであのザビエルスカート、これ 4.8 でも 5.8 でもいいと思いますが、あのこの辺をウィードに絡めてスローに使うことによってあのいいバスが取れました。キャストして水面についてで、そのまま巻いて、やっぱりスローロールですね、スペラーベースのスローロールみたいに斜めにこう落としていって、いいウィードコンタクトさせてプリップリップリッと外す、そんな感じですよね。そうするとファイトとしては割とあのシャープにコッとこう本当に吸い込んでるみたいな感じの、あの重たい当たりがあります。そういうのは大概やっぱり50オーバーのバスである場合が多いと、こういうことですよね。で特に、今し方ついに60まで、釣れました。もうもろにこれで釣れたんですけど、 7g のタンクステンシンカーにザビエルスカート、それから 5.8 インチの、スイングファット、特に新しいセクシーシャットカラーで、これで釣れたんで、とてもあの気持ちがいいです。だこれです。これはご無沙汰しております。ケーテックの林圭一でございます。今年最初の琵琶湖にやってまいりました。で、まあ、この冬はですね、じっくりまた新製品を開発したり、生産したり、そういうことをしてました。で春一番にこの琵琶湖向けに出しましたのがこいつ、スイングファットの 5.8 インチですね。で特に琵琶湖の、釣り具屋さんからですね、真っ黒を作ってくれとこう言われたんで、つい最近どのでしょう、10日ぐらい前でしょうかね、に作って出荷しました。で僕も出荷しただけじゃダメなんで、実際これがちゃんと働くかどうかっていうのを今日は調べに来たと、こういうことですよね。はい、非常にテールに抵抗があって、で泳いでるその振動がティップに伝わってちょっとスピラーベイトっぽく、引けるんで、足際をスローに引くとか、あるいはウィードがもう少し伸びてきたらそのウィードの間をかいくぐってスローに引くとか、あと、まあ、非常にロングキャストも効きますんで、ワームだけで 22g ぐらいあるかと思います。ですからおかっぱりで沖に向かって思いっきり投げる、そういう釣りでもいいと思います。ボトムズルズルでもいいですし、水面直下バジングでもいいですし、もちろん中層トロトロ引きでも結構だと、こういうふうに思います。リグはノーシンカーテキサスリグ、それとまあちょっとネームが不評なんですが、こちら、乳首リグ、この乳首リグにすると非常に上ずらないでですね、スローに引いてくると水深 1.5m、 もうちょっと深いところまで平気で引けますから、こういうリグもぜひ試してみてください。ちなみに今入ってるのはこれ20分の1オンスの、ネイルシンカー2本ですね。最大、そうだな、32分の3を2本ぐらいまでは受け付けることができます。標準が32分の1か20分の1を2本、こんなところですね。